当日会場の熱気もすごかったんですが、その後の放送もあり、いまだに反響がたくさんあります。Facebook をそれまであまりやってなかったんですけれど、楽市楽座をきっかけに本格的に始め、Facebook をビジネスに生かしていけたらなと、はい、ぜひ出展させていただきます。皆さん前向きにそれぞれの持って見える問題点を抱えて のご来店だったように思うので、その点をまた出展者同士さんとのお話し合いでもまた違ったものの、こちらも勉強させられることも多かったってことが良かったなというふうに思っています。皆さんこの不景気の中に頑張って見えるねってことをお客さんは率直に見て感じていただけて、いろんなところでやっぱり頑張ってるんだなっていうのを自分自身にも分かったっていうか、これからもっと頑張らなきゃっていうちょっと励ましの言葉をいただいたって感じですね。もっともっと勉強できる場というふうに思って参加させていただきたいと思っています。